エルマタドールタマスペルタマゴ。ショウスケチャンネル、皆さんボアのジー、どうもショウスケです。さあ今回もやってまいりました。試合前日恒例 FC 東京の試合スタミン予想&結果予想してみたのお時間でございます。ということで、いやー、前節玉のゴールは良かったな。本当まあリスタートの速さ、やっぱり FC 東京だけに限らず、どのチームやっぱそのリスタートの速さっていうのはやっぱり一つの、まあ、得点を取るための鍵になってくると思うんですけど、まあ、その部分ね、本当によく使ったなって感じで、本当にね、いいゲームが見れたなと思います。ただ、まあ、もちろん反省点もね、後半点が入んなかったり、まあ、前半ね、惜しかったシーンもあったんで、そこはまあ反省点かなと思うんですけど、まあ、まずはね、この勝ち点3で、このね、宇野ゼロっていうのをこの、ね、無失点というのをね、やっぱりまずこう、まあ、これが一番大事になってくると思うんで、そしてね、まあ、ここでも数字出てると思うんですけども、9月入って、まあ、もちろん8月がね、まあ、ちゃんと4000人、ほとんど4000人超えなんで、4000人超えなんですよ。まあ、9月入ってね、4500人超えのゲームがほとんど、まあ、基本多分 FC 東京のホームゲーム、多分4500人は超えてきてると思うんですけど、まあ、特にね、このベガルタ戦、ベガルタ、前線の大分、まあ、横浜 FC のね、4500人を超える、ね、方々が、味の素スタジオも足を運んでくださっているところで本当にありがとうございます。本当ね、まあ、今月大分さんにはちょっと1点差で、ね、負けてしまったんですけど、それが本当にホームゲームでいいゲームができていると思いますし、この勢いをね、持続していただければなと思いましたけど、今回の対戦相手がこちら。さあということで、今週のゲームバン、9月23日水曜日19時キックオフ、明治安田生命 J1 リーグ第18節セレッソ大阪戦は我がホーム味の素スタジアムで行われます。というわけで、さあいよいよ後半戦でございます。まあ、我々はね、先にも2試合後半戦戦ってるんですけれども、まあ、実質ここからね、後半戦のスタートとなります。で、その後半戦のスタートがね、このセレッソさんということで、勝ち点、4で追ってるチーム。だから少しでもセレッソさんに勝ち点差で詰めておかなきゃいけないゲームになります。まあ、もちろん、その下はね、まあ、下名古屋鹿島さんとは、まあ、まあ、5離れてるんですけど、まあ、上との距離を少しでも縮めるためには大事な試合になってくると思います。でもちろん FC 東京としてもね、三田選手が調子に乗ってきたりとか、あと、まあ、今なんか試合で出てない選手たちも調子上がってるようなね、映像ツイッターとかでも見てるんで、そこはね、期待していきたいなというふうに思います。というわけで、今回のまず予想スタメンからいきましょう。それがこちら。さあそれでは今節の予想スタメン、こう予想させていただきましたってことで、まあ、ほぼほぼメンバーは変わらずかなと。で、3トップの位置が変わってくるかなと思います。今節は、3トップ、ディエゴ・アダユート・レアンドロと、そして、アベシューと、スタメンに復帰してくるんじゃないかと。アベシュー、で、あえてここで球を休ましてアルテュールかなと。で、ボランチに、洋次郎君復活、復帰で、まあ、前節は本当にね、穂高すごくいい動きしてたんですけど、今回あえて穂高休まして、あえて逆にほどデータの少ない匠をね、右サイドバックに置くんじゃないかなと予想させていただきました。これでね、まあ、本当 FC 東京どういうパターンで崩してくるかわからんぞと。で、何よりも何でこうアルトゥールシルバーを押したかっていうと、やっぱそのブラジルトリオ、この3人にうまく馴染むんですよね。バーアルトゥールが非常にいいんですよ。で、このアダユート、レアンドロ、ディエゴの裏からアルトゥールも狙っていけますし、そういう部分での化学反応、面白い部分というのがいっぱい見られると思うんで、今回はこう予想させていただきました。さあそれではここからですね、両チームの、注目選手、要注意選手と今節の、試合予想をしていきたいなと思います。まず FC 東京の注目選手がこちら、バン、フォワード背番号15番アダユートン選手ということで、まあ、ここ最近ね、本当惜しいシュートが多かったりとか、まあ、もちろん点も決めてるんですけど、惜しいシュート、まあ、展開もあったりするんで、まあ、そこを考えるとね、本当まあ、もったいないというか惜しいなって。なんでそろそろ多分雨の日のアダじゃなくて覚醒したアダユートンが見れるんじゃないかと思って今からワクワクしてます。はい。で、セレッソ大阪の、要注意選手見ていきたいと思います。それがこちら、バン、
フォワード背番号20番ブルーノ・メンデス選手ということでね、青面さんでございますね。青面さんってそういう名前じゃないんだけどね。だけどブルーノ・メンデス選手ということで、もう本当やっと今シーズン調子出てきたなっていう感じがします。まあようやっとスイッチ入ったかなと。うん、やっぱりフォワードだけどそうなんだよ。あのうちの FC とかの選手もそうだし、各クラブの、ね、選手のところのフォワードなんかそうなんですけど、一回スイッチが入ればね、持続できるんですよ。それ1試合1点決めただけでも、この調子が持続できるんで、勢いって乗れるんでね。うん、本当だってブルーノ・メンデス選手も、1点決めて、ちょっとずつその勢いが出てきたのかなと。まあ、もちろんあの敵としては嫌な選手ですけど、フォワードとして考えたら、やっぱりチームとして見たら調子が上がってくるのは、まあ、好材料。ただ今シーズンはね、本当こう短期決戦、短期間での、ゲームが続くんで、その調子が、ね、どこまで持続するか分かんないんで、そこだけね、うん、まあ気にしていただければと思います。そして、今節のね、試合、結果予想なんですけども、いやこれも悩んだんだけど、前節ブルーノ・メンデスも良かったし、最近清武とか坂本もいいしね、なんとか陽一郎もいるし、徳良もいるし、そう結構怖い選手が多いんですよ、セレッソ。ただ FC 東京もいい試合を続けてるんでね、で特に今回このブラジル人トリオスタメンと予想させていただいたんで、あえて今回こう予想させてもらいました。今回、今回の試合予想はこちら、バン、2対0で割れたが FC 東京の勝利を予想させていただきました。さあ、ということで今週のゲームのおさらい版。9月23日水曜日19時キックオフ、明治安田生命 J1 リーグ第18節対セレッソ大阪戦は我らがホーム味の素スタジアムで行われます。なおですね、今月いっぱいは、味の素スタジアムの方は5000人をねキープしていきますんで、もちろんセレッソ大阪のファンサポーターの方は、スタジアムに入場することもできませんし、チケットもね、若干高いのかな、まあ3000、まあ、コンビニ決済するのも3000円ぐらい取られちゃうのかな、ちょっと高いんですけども、もしよろしかったら FC とかのファンサポーターの皆さんはぜひね、スタジアムに、足を運んでいただいて、応援していただければなというふうに思います。そしてですね、まあこの日なんですけど、まあ僕、まあ何度か来たんですけど、ベースボール T シャツ、ベースボールユニの方がね、配布されるそうなんで、まだもらってないよと。ベースボールシャツ超かっこよくないと思ったから、ぜひ味の素スタジアムでね、シャツもらってください。我が家に2枚ありますけども、1枚はね、まあ、渡す先は決まっておりますので、よろしくお願いします。で、まあ、このセレッソ戦をもって、ホーム3連戦が終わると。そしてその後ね、アウェーの2連戦となります。我らはね、でこのアウェーの2連戦で、この9月のね、鬼のような連戦が終わるわけですけども、まあけどこのね、最後の3連戦勝って兜の王を占めるじゃありませんけども、しっかり勝ってね、上との差縮めていければなというふうに思います。そして何よりもね、もう次節、今節かセレッソ、次節かトスなんでね、もうトスに関してはもう負けちゃあかんだろうというゲームになってくると思うので、ね、しっかりと、戦っていければいいと思います。てなわけで、まああと他にも特に喋ることはもうないん で今回ライブの告知もないですし、はい、まあ、ね、ケンヨーに関するライブの告知は前回の動画を見ていただければ、もう最後の方見ていただければなと思います。はい、ね、多分この動画ケンヨーさん見るかどうか分かんないんですけども、はい、先日はありがとうございました。非常に楽しい時間を過ごせました。またね、今度は10月1日ね、またライブインロサでお会いできると思いますので、よろしくお願いします。というわけで、私、サスケ、Twitter、Instagram、TikTok、その他に、ゲーム配信でミラテブをやっております。で、ミラテブの方ね、ちょっとゲーム配信、内容少し変えました。配信するゲーム増やしましたんで、まあ、基本荒野行動になると思うんだけど、ただ、荒野行動だけじゃやっぱりつまんないと思うんで、他にもいろいろね、昔懐かしいゲームとか、そういうのもね、追加させていただいたんでね、ぜひよろしかったら、ゲーム配信の方もね、見ていただければ。ただ、これちょっと、動画にできるかどうかわかんないんで、これはちょっとミラティブだけのお楽しみになりますんで、よろしくお願いします。てなわけで、いやー、青面か、やっぱりブルーの面ですよね、やっぱり、
清武の方が要注意じゃないのと思った方は高評価、そしてあと年内300人目標、いろんな動画上げておりますんでね、いいチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで、翔介でございました。それでは皆さんまたね、お会いしましょう。ではまた、ありがとうございます。今回はシンプル。皆さんご視聴ありがとうございました。別チャンネルは右側の枠をポチ。Twitter などの各種 SNS はチャンネルの概要欄へゴー。皆さんチャンネル登録とフォローよろしくお願いします。